今回は二郎ラーメンのテイクアウト、鍋二郎を注文してみたいと思います。ラーメン二郎はテイクアウトメニューがあり、あの二郎の麺とスープ、チャーシューまでお持ち帰りできるんです。今回はラーメン二郎目黒店で注文していきたいと思います。注文の仕方は鍋だけ持って行って、店頭で麺の量とチャーシューの有無を注文します。3人前から注文できるので、今回は麺3人前と2000円のチャーシュー1本追加して合計3000円でした。家に帰ってきたので早速作っていきたいと思います。麺がくっつかないようにゆっくりかき混ぜ、だいたい6分半くらい茹でます。スープの入った鍋も温めれば、家のキッチンがラーメン二郎の香りで包まれてもうたまりません。チャーシューも二郎のように大きく切って鍋に入れたら完成。それではいただきたいと思います。うまっ。二郎の店舗で食べるのがちょっと緊張するという方、家でゆっくりテレビを見ながら食べたい方、みんなで二郎パーティーしたい方、ぜひ注文してみてはいかがでしょうか。